はい、どうもこんにちは、ちびこです。今日はキャラ進化の方していきたいと思います。3人進化させるんですけども、やっとですね、ミンゴをね進化させますよ。今更なんですけど、特訓の森飛剣に挑むにはミンゴが必要ということでね、皆さんに教えていただいたんですけど、進化前といったらですね、まず進化させましょうということで、はい、わかりましたっていう感じですね。亀来てたんでね、ちょうどよかったですね。はい、さあさあ、じゃあ早速いきますかね。これで飛剣に挑めると思います。では進化いきますよ。はい、進化お願いします。おい、俺の仲間になれ。やっとやっとですよはい、ミンゴがどこですかね。一覧で見ますか。はいはい、ミンゴですね。体力のマックスが2311、攻撃が1500、回復が255となっております。必殺技戦長効果は、進化前進化後同じという感じですね。やっとですよ、やっと見覚えのあるミンゴになりました。はい、じゃあ次に行きますね。次はですね、ブルックですね。ブルックは、はい、この特攻ブルック、これも今更感ですかねあ、そうだそうだ、このブルックの、これ進化前ですよ。進化前が、戦長効果が、ちょっと見えないね。はい、戦長効果、これ覚えておいてください。力仕事は骨が折れます。進化後になると、みんな変わるんですけど、いきますよ。じゃあ進化ですね、ブルック。まあ素材はこんな感じですね。はい、進化お願いします。お前、俺の仲間になれ骨ばった私ですけど、今興味あることがあるんですよね部分痩せもうこのシーン大好き、大好きですね。はい、ブルブック、はい、はい、ブルックです。ブルックの、体力のマックスが2788、攻撃が1243、回復が234と、このようになっております。そして戦長効果変わって、パンツ見せてもらってもよろしいですかもう最高最高ですね。で、進化前は心属性キャラの攻撃が2倍だったのが、変わりまして、心属性キャラの攻撃を2倍にして、地属性キャラから受けるダメージを3割減と、このようになっておりますね。必殺技は、変化なしです。はい、このブルック使えますよね、ですよね。これから使っていきたいと思います。じゃあ次ラストですね。ラストは、ルッチですね。ルッ
チはこのどこ、このドロップするルッチ、このルッチを進化させたいと思います。これもあの皆さんからあの教えていただきまして、どっちに進化させるんですかって言われて、どっちがいいのっていう感じでですね、こちらに進化させます。あの獣人ですね、こちらに進化させたいと思います。じゃあ行きますよ。おお、かっこいいかっこいいやった、嬉しい、これは嬉しい。ルッチがどこにいるかな。ん、あ、目に入らない。あ、そっかそっかそうだ、早なったんだ。はい、入りました、ルッチです。ルッチの体力のマックスは2200、攻撃が1300に回復が140と、このようになってますね。やっぱりね、進化前は進化後もうガラッと変わりまして、進化前は進化前の必殺技が全スロットを力心地にし、全体ランダム力ダメージ2ターンの間敵全体の防御力を半減だったのが変わりまして、肉スロットを早に、隣接スロットを早に変換する、変わってますね。で、戦闘効果は進化前が 格闘タイプの攻撃力を 1.5 倍なのが、残り体力が少ない時、格闘タイプキャラの攻撃を 2.75 倍にする。これは、いいのかな？どうなんでしょうね。でも、嬉しい。やっと進化させました。ルッチね。これで、また使えるキャラが、増えたのでね、どんどん使っていきたいと思いますよ。はい、でここからちょっとおまけというかちょっとやってみたくてですね、この この姫、亀姫落ちたのでミンゴに強化させたいと思います。これレベル1からどれぐらい上がるんですかね。じゃあ初めて使うんでね。すごい経験値。すごい。はい。どれぐらい上がるんでしょう。強化する。スキップしますね。おお、すごい。39。これは素晴らしいはい、まあこんな感じでしたはい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。もし今ご覧の方でね、チャンネル登録してない方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。